はい、皆さんこんにちは。フリースタイルプロスケーターのミッチーです。今日はですね、いつものスポットで久しぶりにゆっくりヨッシーと一緒にスケボーの練習をしたいと思います。最近仕様でちょっとバタバタしてまして、久しぶりにゆっくりスケボーできる時間が取れましたので、ヨッシーと一緒にやっていきたいと思いますので、いつも通りちょっと練習をしましょう。はい、喋って大丈夫だよ了解ですじゃあちょっと、ゆっくりスケボーしていきますんで、普段の練習風景みたいな感じの動画になります。はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。ということで、じゃあまずは簡単にちょっとアップカットでやっていきますか。はい、じゃあとりあえずね、これはまずねマニュアルからのショービット、いつも練習マニュアルから入るんで、とりあえずテールマニュアルかな、ショービットアウトいきます。はい、じゃあヨッシー、はい、何からやる？まずマニュアルやって一回降りてからショービットやります。降りてから、ね、降りてからショービット、連続じゃないです。オッケーです、行きまーす。あ、次は何やろうかな、ノーズマニュアルかな、ノーズマニュアルから勝負する。はい、行きます。お願いします。どうします？次エンドウォークやって、あ、ちょ、間違えた、え、合ってる、エンドウォークやって、うん、エンドオーバーやってから勝負となります。おお。テールマニュアルやって、ノーズマニュアルやって、ショービットアウト。はい、まあ、いつもやってるやつ。了解です。次は何やりますか？次、サブロクのノーリーショービットいきます。単発で、単発で、いいよ。じゃあヨッシーがサブロック単発やったんで、俺もサブロックショービット2回連続でノーリーのやつやります。はい、はい、さあ量産してますけど、ヨッシー選手、はい、次何行きます？次ランニングフィンガーフリップの、ランニングフィンガー、まあ、ランニングっていうよりウォーキングぐらいのスピードで。ああ、全然いいんじゃないですか。いきます。 OK です。遅めです。ん？遅めですけど。ああ、ウォーキングフィンガーフリップ。細め？いや、遅め。ああ、ん？え遅めゆっくりですよ。あ、全然いいよ。いきます。はい、頑張ってたんで、ランニングフィンガーちょっと僕はもう少し後にしてショービットをやって最後フロントポップにします。はい、ショービット、ビッグスピン
します。さあ、だんだんトリックがちょっとあれですね。なくなってきましたね。大丈夫です。できることをちょっと。まあ、いつも練習してる感じだから。ボンレスマイティ。はい。おう、オッケー。はい、行きます。エルサイド、はい、エルサイドやります。さあ、次何いきますか。めっちゃ近くない、近くないですか。次、バリアルプラントをやってみます。バリアルプラントっていうやつ、はい、っていうやつ、はい、やってみます、はいはい、お願いします。おお、すごいね。もう一本いいですか。あ、うん、なんかちょっと釣れなかった。あ、そうなの。もう一回いく。もう一回だけいる。はいはい。おお、綺麗。すごいですね。綺麗。お願いします。はい、じゃあ次はレールスライドからローズマニュアルショービットアウト。はい、はい。フェイキービッグスピンあります。おお、今練習頑張ってるやつですね。そうですね、一番苦手だとも思えるトリックですね。ですね、いきましょう。はい。おお、ギリギリオッケーじゃないですか。いやー、ありがとうございます。じゃあ次はどうしよう。あれやってなかった、ウォーキングやってなかったんで、ウォーキングをちょっとやります。はい、はい、え、そう、近いです。ごめんごめん、 0.5 になってたわ。顔大きくなっちゃいますね。ごめんごめんごめん。意外とね、 0.5 だったからそうでもないの。あ、本当ですか。見ようだったですね。次何行きます。次、エンドオークしてからエンドオーバーして、はい、キャスパーは1。おお、トリック数増えたね。はい、ちょっと増えました。すごいね。じゃあお願いします。はい、お願いします。なんか顔がすごい黒いっす。いや、それはね、いや、光の関係で。光とかの問題じゃない。あ、元ですか。普通にいや、なんかいつまで黒いんですよ。わかりしてんだろ。違う違う、なんかボビーオロコぐらいの黒さやってるんですよ、本当に。めっちゃ暗いですね、本当に。ちょっと一回見たらわかるんで、マジで久しぶりに聞いたな、ボビーオロコ。なんかマジでボビーですよ。こんな黒い、マジで。ちょっといい滑って。はい、お願いします。じゃあちょっとここから適当にいつもやってる動きやります。はい、はい、お願いします。はい。
い、はい、お願いします。おお、気合いだ。ちょっと汚いけど、OKにしましょう。はい、水分補給大事ですか。大事です。まだ暑いね。暑いっすね。どうっすか。なるほど、結構あれですね。じゃあ伝わってないですよ、絶対。全然分かんなかったです。大丈夫ですか。はい、ということで今回は久しぶりに、ゆっくりチルスケートっていう感じで練習風景の動画になりました。久しぶりだったね。久しぶりですね。中央でヨッシーは結構行ってるのかな。そうですね、来てます。ちょい来てる。久しぶりにちょっとまったり、まあ練習できたんで良かったかなと思います。はい、はい、まあ、今日はこんな感じですかね。はい、はい、じゃあ終わりたいと思います。はい、それではまた。